ちょっと変わりますね。内容が。内容、はい、休日の過ごし方は、はい、いやまあほんまに完全オフってことでいいんですよね。もちろんもちろん、はい、もう強さなりの。僕はまあコロナで飲みづらくはなってるんですけど、はい、だから家で家飲みめっちゃ増えたんですよ。ああ、もうやっぱり世間と一緒ですね。そうそうそう。でだからもう今なんか安いところでね、僕普通ビール飲みたいんですけど、はい、なんかまあ経済的なことを考えて僕発泡したのでなんですけど、今日からビール値上がりしてるからね。いやそうよ、10月1日ですタバコもそうやけどさ、いろいろね、うん、円安でそう、ね、だからそういうの含め、ね、だから、はい、休みの前の日はとことん飲むから家でとかで。強いからねお酒昔から、まあ、弱くはない方ですよね。うん、でなんかその我を忘れてだから YouTube 見たり他の方の YouTube 見たりとか、うん、ドラマ映画見ながら晩酌ずーっとして気がついた朝とか。ああそれできるのはやっぱ体力ありますよね。うん、まあまあ朝までも飲めないですから。そうでも外やったらあんま飲まへんねんけど、家やったら今外結構飲めるようになって、昔と逆転した。昔は外じゃないと酒飲まれへんかったけど。そうやね、外で飲んでるイメージが多かったでしょ。強かったね、うん、今は逆に家でもうずーっと金宮と麦茶作ってるんですけど、麦茶を金宮の麦茶割り、焼酎の麦茶割り渋いね、うん、そうをひたすらずーっと飲んで、でなんか作品見て刺激受けてみたいな。ね、もうあとは寝るだけやから。あと料理とかもするんでしょ。あと料理もしますね。はい、もう結構自炊っていうか。あ、もう全然しますね。おお、まあ、なんかカレー作っといて、まあいたら夜食べたら次の日の昼も食べれるんです。次の日の夜も食べれるし。おお、だからそのカレーもちょっと変えてみる。カレーうどんにしたりとか。でも今ほら料理男子とか流行ってるというか、モテますやないですか。と思うでしょ。食ってくれる人おれへんから料理の腕は全然進歩せんよ。多分自分で満足してるから自分のためにしか作れへんから。あらーもったいない。あ、視聴者のあなたぜひつよぽんと散歩ならぬつよぽんとクッキングでお会いしましょう。お会いしましょう。どういうこと。いやそれはもう持ち腐れじゃないですけど、うん、まあだから食ってくれる人とかね。だからそうやね、ことイベントとかでも作ったら。あ、イベントオフ会はちょっと作ってくれたりとかする機会はある。それは嬉しいですね。はい、餃子作ったりとか。あ、はい、林ライス作ったりとかしてやってるんですけど。そうですね、あんまそこプライベートでつついていいのかわかんないです。全然全然。守さん逆に何してるんですか休日は。守さんは日々パトロールなんで、森本の方は趣味は、うん、ジム行って、うん、サウナですね。あ、整える。整えますね。結構やっぱりほら、うん、経営者なんでいろいろ考えたり、うんうんうん、ずっと脳みそ使ってるから。あ、確かにね。まあもう2日に1回ぐらいはサウナ行ってるかな。あ、だからこの間僕の生配信に出た時にあのスパおるよみたいな。スパじゃないけど、すいませんタイミングが。で、俺でも領事ほんまやっぱり優しいなと思ったんやけど、まあ、森本さんの話ですよ。森本さんの話じゃなくて、後で LINE でほんまにテンションを上げたかったけど、たくさん見て寝てる方とかもいるし休まれてる方おるから、ほんまにテンション強しの YouTube 初めて生配信出るのにごめんなっていう謝罪じゃないですけど、なんか謝りが来た時にめちゃめちゃ優しいなと思いました。それ森本さん伝えておいてください。あ、よかったよ。気遣いよかったよ。いやいやすごいなと思ったよ。いやいやね、それはもう出させていただくわけです。ちょっとだけ顔出しもしてもらってね、ちょっとね、銭湯やから電話 OK やけどね、なんかあんまりね大体的にするっていうのもコロナ的な要素、このご時世もあったけど、ちょっとだけ顔出ししてくれたことによって僕のファンが見てくれてて、めっちゃうわ森本さんってあったから、コメントで嬉しいみたいな、変わってないとかもあったからさ、お気遣いさせてください。いやいやいや、ほんと、ありがたかったです。とんでもない。なんでそうですね、ジム行って体動かして。いいね、健康的やね。いや、じゃないとほらね、もう40代来ましたから、うんうん、雨漏りじゃないですよ、うん、雨漏りは永遠の二十歳かな、分からへんけど、内緒で全部内緒。うるさい、全部内緒。ヒーローは全部内緒。そうやね、うるさいけど、まあそうやね、うるさいですけど内緒。え、ちなみにジムではどういうとこ鍛えてんの？そのポイントポイントで鍛えてんの？いや、今日は腹筋ね、ガチガチに全身やっててんけど、うん、腰痛めてもうて、うん、ちょっと休養中です今。ストレッチをメインに。ああ、でもストレッチめっちゃいいもんね。ストレッチと結構良くなるから。あとはもう結構散歩じゃないけど、うんうん、歩くのとか。俺も歩いてる、うん、めちゃめちゃ今歩いてる。日差しを浴びる、うん、コロナでやっぱ外出になったから、ね、イベントも減ったから、うんうん、外で日差しを大事。日光、セロトニン、セロトニン、セロトニンっていうのよ。そう、セロトニン、オキシトシンっていう、いろいろそういう
もう分泌さしまくって、はいはい、副交感神経、交感神経をこう交互にこう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 みたいな、フジモンみたいになってるから。そう、健康はやっぱりね、大事よね。意識しますね、うん、やっぱりね、いつまで守るも活躍できるか分かりませんからね。そう、まあ、健康第一から始まってるからね、全てはね。そうそうそう、健康ないと何もできない。そう、ないとあれなんで、僕はそんな感じで、なるほど、やってます。はい、ということで、はい、休日過ごし方聞きました。はい、でこれ最後ですね。はい、最後、はい、これからの目標や夢は、あ、まあ、いろいろあるよ。その役者としてっていうのもあるけど、プライベートで先に言うと、まあ、これ見てる方はどう思うか分からへん、ファンの方とか嫌な気持ちでさせるかもしれない。やっぱ僕結婚感も強いんで、お、でも結婚したい。で、あと子供欲しい。お、で、あの子供欲しい理由が一つあって、うん、あの小学生とかさ、あの運動会あるじゃないですか。はい、あの僕一番足速い父親であるんですよ。あ、なんかそれだけで、ね、なんか親父って足速いんやみたいな。いや、親父、あ、それこそ親父かっこいいなみたいな、なるやんか。だから、そう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 、でもちょっとしただから親父としても憧れでありたいから、まあその別になんか足速いのがなんやねんって思う人もおるかもしれんけど、俺の中ではなんか、まあ母子家庭でもあってんけど、そのなんか親父と走ることがなかったね。親父とキャッチボール、野球やってたけどキャッチボールとかもなかったし、なんかその親父らしさっていうのはその自分の中の解釈でしかないかもしれんけど、なんかやっぱ男って結構スポーツやるとかさ、だってあの小学校の時モテる人やっぱり足速い人とかあるやんか。そうそうそう、そうなんですよ。だからなんか今でも思うのは、下手したらだって今から結婚して子供できて、あの小学生ってなったら俺50ぐらいになってるやん、10年後ぐらいになったらさ、まあ、50でも20歳ちょいぐらいのなんか若者たちに負けないぐらい足速かったら、それだけでなんか子供かっこいいかなと思うから、なんかそういう親父だから、もうそのためには多分死ぬほど半年前、運動会決まった半年前ぐらいからめちゃめちゃ走り始めるけどめちゃめちゃ筋トレとかし始めるけど、体仕上げていって、だからそういうのがプライベートあって、まあお芝居で言うと、まあ今日のね、イベントの時も話させてもらったんですけど、唯一ないのは CM やった、主演舞台、主演ドラマもやってるんですけど、主演映画がないんで。なるほどですね。主演の映画をなんかやっぱ作品として、後世に残したいと思ってるから。お、な、内容はどんな役で。まあ、内容は僕どっちかやったらあの悪い役もやりたいんですけど、主演やったら、まあ、子供抱えて、で子供が例えば不治の病で亡くなってしまう、その切なさとか葛藤模様っていうか、あ、お父さんね。そう、お父さんの役をなんかやりたいなっていうのはあるな。おー、うん、もう言っといたら今度は叶いますからね。あのカンカン映画もう喜んででございます。カメラを止めるなとかありましたから、もうどこであのバズるとか分からへんから。強しを止めるなで、うん、まあ、タイガも出たいな。まあタイガってね、やっぱなんかいい子の憧れもあったりするじゃないですか。役者、まあステータスにもなりますよね。わ、まあ、かりやすくね、はい、あと朝ドラとかさ、あ、うん、まあありますけど、でも一番はまあ主演映画かなと思ってます。なるほど、いや、はい、いけんじゃないですか。ちょっとぜひともね、あの守さん町守ってね、あのたくさんの楽しい映画とか作られるとかだったら呼んでください、ね、主演じゃなくて全然。いや、そう、主演でやってくださいよ、そんなの。いやいやいや、主演されてなんかそのね、なんかまたコラボとかできたいやいや、まあまあそれはそれでやりますし、それは剛さんの目標はね、僕もやっぱサポートできることはしたいですし、はい、ね、ぜひ皆さん、はい、剛さんのその映画主演が見える日を楽しみに待っててください、はい、お願いします、はい、じゃあまだまだいっぱい聞きたいことありますけど、はい、またそうですね、またお会いするって意味で、ね、また、はい、剛さんもお会いできる、はい、あ、なのでつよぽんと散歩、はい、ぜひ皆さん登録、いいね、グッドラック、グッドラックって急に決めたグッドボタンいいね、ボタンね、はい、お願いします。よろしくお願いします。で、はい、まあ、あのビリビリとかね、あの今10万人をまず目指してるから、あ、皆さん、はい、ぜひともですね、10万人いったらまず喜ぶし、あの守さんも喜びますし、森本良二も喜ぶと思いますので、皆さん、はい、あの引き続き守、そして森本良二毎日いただけば嬉しいなと思います、はい、お願いします、はい、みんなでハッピーになっていきましょう。そうね、それが一番やから、はい、うん、じゃあということで、今日のスペシャルゲスト、林剛さんでした。ありがとうございました。守るをよろしく。守るチャンネルをご覧いただきありがとうございました。これからも皆様が明るく元気に前向きになれるような動画を配信していきたいと思います。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。